えー、技術の嘘とその原理をお話しするにはですねやっぱりダイオキシンがあの残念ながらベストな教材なんですよね。えー、ダイオキシンの,その生物に対する動物に対する毒性がです、ね、ある程度あるということが分かったのは1972年だったと思うんですね。まあ、その頃はもちろん関係する学者の間ではある程度知られていても、まあ、ほとんど世の中の人は知りませんでした。 しかもこのダイオキシンっていいますとですねもう今では毒物だっていう感じがあるんで汚らしい名前という感じがいたしますがオキシムっていうのはですね酸素が結合した化合物のことを言うんであって決してあの汚いもんじゃないんですね例えば洗剤とか、まあ、あのペットボトルなんかもそうなんですが酸素の関与している含まれている、まあ、高分子物質とか化合物というのはですね比較的きれいなんですよみんな。ですから まあ科学を知ってる人から見ればですねダイオキシンっては2つの酸素もしくは何かそういった化合物だなっていうふうにこう思い起こしますのでまあきれいなものを思い起こすのが普通なんですね。ところが1990年以降になってですねダイオキシンの毒性を書いた本とか論文なんかが出てきまして1995年ぐらいにはですねかなりダイオキシンっていうのが一般的に知られるようになりました。 所沢のほうれん草事件で久米宏さんが「ニュースステーション」でダイオキシンの問題を大々的に取り上げたのが1999年ですからまあ燃え上がる寸前ぐらい社会でですねダイオキシンが燃え上がる寸前ぐらいで私も興味を少しずつ持ってきてですねダイオキシンって本当に毒性があるのかなと思ってその当時ベストセラーになっていた本を読んでみたんですね。確か岩波だったと思うんですけどまあ出版社もちゃんとしてる。 まあ、あの書いた人もちゃんとしてるって言うんでまずそれを読んでみたら驚くべきことにですねその,その本はダイオキシンが危険だと書いてあるんですけどもデータがないんですよ一個も人,人体に対する影響はじあのないんですねその頃結構あのいろんなそういう問題がありましてね逆のケースとしてはサリドマイド事件なんかありまして、えー、ある薬物を妊婦が飲むとですね子供が手がない子供が生まれてくると。 まあいうなな衝撃的なこともありましたしかしこれもですねえ猿確かアカゲザルまでは実験してて、まあ、人間になって初めて出てきたわけですからえ毒物に対しては、まあ、動物による種類による依存性が非常に高いということもすでに分かっておりました。で私は1997年か1998年ぐらいにはもう非常に疑問に思っていたんですがその頃学会ではですね 私の所属する学会なんかもそうでしたが、大浴心関係でどん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 研究費が出てくるんですよ。何しろ大ってでや、研究費が出てくるっていう時代でした。もちろん一般的には分析するのにものすごくお金がかかるとか、焼却炉を改善せないといかんとか、まあ、わんワ,ンワン言われてました。しかし我々学者の舞台ではですね、とにかく大浴心でや、金が出てくるっていう、そういう状況でしたね。ちょっと前の地震だとか、えー、地球温暖化と同じような状態でしたね。 それで、えー、まあ学会の人がどういうエクスキューズっていうか言い訳をしようと思ってやってたかっていうと例えば私の所属する材料関係の学会ですとですねいろんなダイオキシンの研究費が出たわけですがダイオキシンが毒物かどうかっていうことはまあ毒物学者がそう言ってんだからそれはあの我々が別にそこを判断しなくていいよっていうのが言い訳の <laughs> 理由になってるんです今の温暖化と同じですね。 温暖化のことを一生懸命やってる人であ「本当に温暖化するんですかそんな研究費使って」って言うとその学者は何て言うかっていうといや温暖化するかしないかってのはそれ気象学者がやってるんだから俺たち温暖化するって言うからその対策をやってるんだってこう答えると同じこれがあの、えー、科学の嘘が技術の嘘が発生する一つの理由なんですね。それでそうこうしてるうちに所沢の事件が1999年に起こり あれ全部嘘,ですけど嘘だったんですがまあ最高裁でも負けましたから裁判はまあ科学的にはあまり正しいことじゃないんですがまあ嘘だったわけですけどで19ちょうど同時の1999年から2001年にかけてダイオキシンの人体に対する毒性の論文がどんどん出てきたんですねこれで私はそれをずっと読んでまあ少しの毒性はあるかもしれないまあお醤油程度は <laughs> あるかもしれないけどそんなもんなんだなと思ったわけですよ。 そしたら2001年に、まあ、当時毒物学者としては非常に有名だった東大の医学部の和田先生が「大学診の毒性は弱いけれどもこれが幻のように強い毒性」と言われたのは科学が社会に負けた例であると、まあ、そういうご論文をお書きになって私もあの静岡大学だったんですかなんか大学診の研究会にも出席して、まあ、実際の研究者の発表を聞いて。 それで2003年頃には私はもう大悪心はこれ絶対にあの強い毒物ではないという確信が得られますところがその当時も次々と立法はできるわもう焼却論の改造はあるわっていうんで山ほどで話がありました <laughs> 私はもう一切そういうのには関与せずにえ2006年に大悪心はあの無毒であるという本を書いてまあものすごく物議をかましてバッシングされ まあ家にも攻撃が来て、まあ、家族も別れて住むと <laughs> まあいうのはですね <laughs> 悲惨な目にあったんですけどもその後ダイオキシンは全く、えー、報道が2004年ぐらいに終わったんですけどその後ダイオキシンの患者さんはあんなにいっぱい出てたダイオキシンの患者さんがピタッと世界で誰もダイオキシンの患者って端にのは出なくなりました。かとななという 完全な嘘だったんですねしかしそのダイオキシンでみんながカッカしてる頃ちょうど今の温暖化と一緒なんですけど私がですねそんなあの焚き火したぐらいであの住んだったら昔竪穴住宅でいろりのもとで生活してきた人はどうして生きてるんですかという説明あの質問を投げかけたりですねいろんなことをしてみました。 まあ、あの発生原因としては高分子物質も,もしくは特定の有機物を、まあ、NACL お塩の存在下で400度から500度で <laughs> 燃やすとダイオクシンが出るっていうダイオクシンの発生はもう分かってましたからね毒性とは別に。それをそうするとまあ例えば焼き鳥だとか煮魚あ焼き魚とかもちろんその焼き芋から何からダイオクシン相当出るわけですから。 それはいくらなんでもんおかしいというふうに言ったんですがもう絶対ダメでしたね。まあ、今のタバコなんかと一緒ですかね。もうみんながカッカッと来てですね <laughs> で。でそんなことをお前何言うんだ竹だっつってですね攻撃をされました。でこの時のダイオキシンところがですねこれ34年前でしょうか私が学生にそのダイオキシンのことを少し説明した後 たらあの学生の一人が「先生ダイオシンって何ですか?」って僕に聞くんですよそれでまあ僕びっくりしてですねえ「え君ダイオでシンって知らないの?」って言ったら「ええ知らないんです」って言うんですよでまあ後々ちゃんと調べたらその学生が5歳までしか報道してないんですよダイオシン今ダイオキシンって NHK なんかもあの当時あんなに狂ったように放送して全然報道してませんね訂正もしてません。だから 彼は高校の教科書に1行ぐらい大イオのことが書いてあるのをちょうどその時眠ってたら知らないんですよ。こんなに恥ずかしい教育するんですかね日本は。まあ10年も経ったら完全に忘れてさらっていいようなことを重要なことのように言う社会っていうのはこれはねよくないですよ。<laughs> 私はそう思います。まあということでこの大イオとっていうのは学者が仕掛けて 官僚は金になると思いまた学者がそれは金になると思い今度は産業はですねえ焼却炉だけだ測定だけで190億円だったかな焼却炉を入れたらもっと大きな金が動いただから誰もが税金をタダでもらおうと思ってやったわけですよ。で税金を出している国民の方はなんだかよく分かんないし偉い先生がみんなそう言うんだからまそうだろうとまあいうふうにですねまあ思ったわけですね。 ですからこのダイオキシンにおける原理はこれはまあわと簡単な原理で誰もデータを見なかったってことなんですよ誰もデータを見なかったそれで噂だけが広がる科学なのにそういうことをするわけですところが一般の人たちは科学者が言うんだからデータぐらい見てるだろうと思うわけですね。これススタタッップ論論文文の時と似てるんんんででですすすよ私はもうすぐスタップ論文を読んでみたんですけど 色々そのスタップについて批判的なことを言ってる人に論文を読みになりましたって読んでないっていう人が、まあ、僕が聞いた範囲じゃあ10人が10人全部そうでしたじゃあ何でスタップ論文おかしいと思うんですかいやみんなが言うから写真が違うからだって論文全部読んでないんじゃないですかいやいや写真が違えばダメだよって、まあ、こんな感じでしたね大もまさにその通りでしただからこの「大浴晋」という問題が日本社会に大きな影を落としたわけですが まあ現在でもま o x y g e 対策なんかやってるわけですが本当に科学のまあ犯罪みたいなもんでしたね。